こんにちは、よももチャンネルです。今日はノーメイクからのすっぴんです。イエーイ、間違えた。今日はすっぴん登場でございます。今日はですね、なんですっぴんからかというと、一本こんなにもらってないんですけど、今日はメヘラメイクをしてみたいやっていきたいと思います。イエーイ。で、さっきからずっとね、携帯置いてるんですけど、なんで携帯さっきからチラチラ見てるかというと、この目とのま、目の周りとか、こういうメイクをしたいなっていうことで。ほら見て、これ、こういうメイクの仕方教えて。え、やったことないよ。ほのぼのちゃんに教えてもらいたい。ママそういう系のね。ねえ、もうブスすぎ。てか、もともとブスなんだけど。じゃあ早速もやっていきたいと思います。元が可愛いからね。あ、パウダーとか塗んなくていいの。ポンポンってなったの。ポンポン。じゃあ早速も始めていくんですけども、まずはあっちである。あ、じゃあ探してきていいよの。いやのフェイス。これいい感じだよ。別に素材じゃなくてもいいんだから、じゃあこういうのにしとくって。でもあ、ダメだ、やばいぐらいに。鏡持ってきます。鏡ないよ。鏡ないよ。ないよ。ああ、忘れちゃった。なんかうち鏡大きいの欲しくない？お、いいよこれで。じゃあまず一つ目から塗っていきます。じゃあまずこれちょっと大げさに塗っていきます。何ね、変わんないっていうか変わんない。スクレートみたいな感じ。いや、北斗くんがいい。似合うね、メイク。うん、ルーティーン見てみてね。うん、結構ないのんちゃんやってもらった。ママお姉ちゃん代わりだ。ノイノンちゃんって感じかも。年のノイノンちゃん。ノイノンちゃん。ノイノンちゃん、ほんと好き。優しいもんね。ほんと好き。どうよ。おぉ、いいじゃん。はい、こんな感じで。映りはある。ツルツルになりました。今日メイク出すの大変。じゃあ最近カラコン入れちゃう。ん、今日入れるの。入れるよ。いや、かわいいよね。このカラコンを使ってます。なんとかカチャラってやつです。ガーリーです。こんな携帯がないんです。なんかリクちゃん家のカメラ見て、見て、画質がいい、見て。リクちゃんちのカメラとか。あれいいよね。あれめっちゃいいよね。リクちゃん、お父さんプロです。見える。うわ、今入れそうだったね。もう止まってたりして。止まって。今日入れない説あるかもしれない。やばい。ちょっと頑張ります。はい、入りました、入りました。こっち入れました。これね、本当になんかでかくなっちゃうよ。ほら、入れ方が下手で。あー、今入るよっとした。ごめんね、私が下手。いきたいまーす。ちょっと待って、なんか大泣きしてる。見て。おっ、すごいな。すごい、ノイノちゃん可愛いって言ってくれてるからね。ノイノちゃん可愛いよって、うん。てか髪の毛めっちゃいいの人。似せてるよね。うん、かわいいよね。できました。で、まずメイク動画紹介します。一つ目がこちら。これはママのなんですけど、アイシャドウパレットです。ここに、これ、ホールか。回して、こんな感じでございます。で、続いてこちらの、これです。一発でできちゃうやつ。これひまちゃんのそれじゃない。続いてこちら VAVE バレンタインボックスのアイシャドウ。次にこれチークだっけ、アイシャドウだっけ、アイシャドウ、これもアイシャドウ。チークなくね。で、アイシャドウがさ4つも韓国語じゃん、これ。なかったか。これ何これ。あ、
チークちょうどいいの買ってあげる。何これ？これアイシャドウ。またアイシャドウ。これアイシャドウ。今アイシャドウしか紹介してないじゃん。で次にこちらの岩がこう3年生の時に買ったリップ。岩が好きそうなチーク。待ってね、これをずっとねお試しで使ってたよく。でこれがマスカラ。これだっけ、アイラインだっけ。アイラインとリップス。リップス。次にこれ誰だっけ、誰だっけ。あ、ミキポンさん。そう、ミキポンちゃんが、川西ミキさんが使っててママが速攻買ったっていうチークございます。だってママさん、ミキポンさんとか川西ミキちゃんさ、可愛いしさ、あの時挨拶してくれてすごいいい人だったさ、カイトさんも彼氏だけど超いい人だったさ、ますます大好き。これイチゴが可愛い。可愛くて性格いい人ってさ、あんまりいないんだよ。可愛いでさ、性格いい人ってひまちゃんとかね、あれはもう可愛い。うん、ひまちゃんも好き。あれは別格。ひまちゃん。この人、あ、え、なんで自分やってる。そう。そう。あ、今日あれか、アルバム発売日だからか。ねえ、おっとうね。ちょ、ちょ、待ってね。撮影中だった。ということで、今、ランペジさんとジン君と、まず見てしまいましたね。ジン君がライブやってて、ほんとかっこいい。はぁ。なぜかを作ろうっていう。遅くやっていきたいと思います。あー、もうやだ。かっこいい。ちょっと今、インスタさん、あの人を見ようとしたんで、ライブ中だ。また。ねえ、おっと。愛してるって言うから。やだ、どうしちゃったの。今ランペじゃないの。うん。きっと伝わってるか。いや、自分オリジナルでいいんだから。そうだよ。それが面白いじゃん。涙袋。ああ、嬉しいんだって、かわいい。わあ、かわいい。ああ、面白い。喜んでるよ。わかりやすくてかわいい。いいと思ってんだ。そんなおかしい。あ、だっていいと思ってそうな顔してた。綺麗だ。いいと思っております。いや、今思ってない、やってるから。ねえ、ほんとメイク下手、見て。そうなの。顔なしみたい。あの、選ぶさ、色が悪かった。センスがないの。あ、ちょっと待って、じゃあちょっとこのキラキラもちょっとやってみよう。ちょっとキラキラ入れたらよくなった。これ以上。え、やばい。濃いの塗ったね。ちょっと結構ちゃっ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 と落としてみようか。あれ持ってくる？ピーラー。うん、持ってくる。はい、早速続いて、え、こちら持ってきたね。じゃあ、また次何やればいい？あぶれ出した光栄で。眉毛はさ、ちょっと茶色にしたら。やってじゃん。男いしか。自分でやります。これ渡されただけ。闇メイク。頑張ります。これで。これにします。垂れてる。垂れてる。最初から。もうちょっとさ、今こうやってさ、まっすぐこうやって。できないから言ってるでしょ。見てね。えいの。油ね。
アイライン。ねえ、いつママにやってもらってるからできるかな。閉じる。あ、これ違う違う。あれじゃ、今腐ってるって。まあ、これ腐ってるやつだよ。それ？その腰？どうしたの？だから。どうしたの？どこでしょうか。ないねって言ってるよ。ひどい、辛かったよ。これいいよね。どうです？どうして？笑いこらえてる。なりたいけどじゃん。あ、でも今なりたいけどじゃん。ほう。目つぶりかじりいく。クヨ、それアイライナーさ、もしかして何この目の上の引いた。うん。ママいつもそうやって言ってるから。ママやってないよ。え、何今のこと。うん。ママ横だけじゃん、いつもだって。確かに。何やっちゃってんの。途中からそれ気づいたね。だからお化けみたいな。今こんな言った。いい匂い。あ、すごい。いいじゃん。体をこちら塗ります。え、ちょっと皮、あ、その皮、その皮のまま置いて。すごい顔、やばい、やばい、絶対漏れる、これ、絶対漏れる。はい、いい。え、ヨーゴ好きな系統だよ、ほら。そうでしょ。うん。いいじゃん。あ、似合う。かわいい。いいじゃん。いいよ。詳しく目だけは見られなくない。詳しく見ないけど。ねえ、そろそろいっ。はい、ということで、闇メイク。ということで、闇メイクこんな感じなんですけども、今から前髪が邪魔なので前髪を巻いて、巻きたいと思います。じゃ、ババアちったら切ってもらう。うん。前髪がね、長いので、ババアちゃんといったら切ってもらいます。ね、リップね、さっきのじゃあすごく湿ってるので、だからいつもこれ3年生の時にプールやってた時に買ってあげて、いつもお試し使ってたよね。いつも お試し使って。あー、これいいレオ買ってって言って、うん、初めてのリップだね、これ。あの時さ、急に言ったんだよね。まだ今全然コスメとか興味ないのに急に言ったの。初めての頃だよね、リップ初めて買ってもらった時に買ったリップ。可愛かったな。すごい。でも、つけてる？これで？つけてる。もう、なんでよけちゃうの？次の動画では、この後前髪を巻いてみたのですが、そこでハプニング。すごい。そして、その後、なんと仲良しのひまちゃんにその前髪の状態で電話をしてみた動画です。お楽しみに。どうしたの？今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。今からはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添いますように。ママモチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。